別所長春夫妻の首塚、雲竜寺。別所長春は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大名、別所康次の着難、通称は小三郎。正室の照子は、畑の修士の妹、元気元年、父、康次の病死によりおじの義地重茂を、後見役に若くして、家督を継ぐ。別所氏は、早くから織田信長に従っており、 家督を相続した長寿も、天正3年10月に、信長に越見、翌年も、年頭の挨拶に訪れている。天正5年に、信長が、奇襲生伐へ出陣すると、長寿もこれに加勢した。しかし、信長が、中国地方の毛利氏を制圧しようとすると、それにこうして、先方の役を務めようとしたが、小田勢による甲図機上の虐殺、中国方面総司令官が、 成り上がりの橋場秀吉であることに不満を感じ、妻の実家である丹波国の旗の修士と交往して、信長に反逆した。多くの周辺勢力が同調。従わなかった勢力も攻め、東張間一帯が反応だとなる。これにより長寿は、信長の命を受けた、秀吉の軍勢に攻められることとなる。長次は、幹城にこもって徹底抗戦して、秀吉を手こずらせ、さらに、 荒木村重の無本や毛利氏の援軍などの好条件も続いて、一度は小田軍を撃退し、秀吉方に属した冷静ため順親子らを撃つなど構成にも出たものの、やがて秀吉の三木の星殺し戦法に遭い、歓喜城や仕方城などの市場も落とされ、毛利氏からの援軍も途絶えて、ついに牢城してから2年後の天正8年、城兵たちの命を助けることと引き換えに、 最初兄弟と共に自害した。この時、秀吉からの贈り物で最後の宴会を行った。解釈は、家臣の三宅治夢中が言った。去年二十三だが、信長後期では二十六とされている。この様子は、三木合戦図に記されている。時勢は、今はただ恨みもあらじ諸人の命にかはる我が身と思えば、なお、別所主家胸の着手で、後の八木藩主、吉原が、実は、 長寿の子であるとする系図も伝えられており、落城の際に連れ出され、落ち延びたものとしている。また、北摂積田の歴史等で紹介される、上津畑の小茶臼山木という資料によると、家臣の後藤元国の父が、長寿の千代丸という8歳の子を、乳母、家来と共に、上津城に逃がし、道城落城後は、千代丸は機能したとされている。幹城跡の上の丸公園には、 時政の可否と近年地元のライオンズクラブが寄贈した長寿の騎馬武者石像が建てられている。その他、毎年5月5日には長寿を忍ぶ、別所校春、祭りが催され時政の可否を前にした可否祭のほか、武者行列などのイベントが行われる。ありがとうございます。